ましたナイトゲーム、まもなくスタートです。楽天コボスタジアム宮城からお伝えしてまいります。セパ交流戦、東北楽天ゴールデンイーグルス対読売ジャイアンツの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊下さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のイーグルスどのあたりに注目されていますか？もちろん先発投手ですよね、はい。まあ、なかなか白星に恵まれないゲームが続いているんですけど、まあ、ただ今日はなんとか。4番バッター岡本、ツーアウトになっています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。打ちました、痛烈な打球、切りました、ファウルボール。これは低いところに持ってきました。さあ勝負してくるのか。打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入れば先制、ワンボールツーストライクです。打った、これはどうだ、破りました、センター前。イーグルスピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには阿部が入っています。気をつけたいバッターですね。さあ先制を防げるかという場面、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。次が3球目、体に近いところ。バッターボックスの阿部、今シーズン得点圏での打率は3割6分5厘となっています。打ちました、セカンドうまく捉えて一塁アウト、スリーアウトです。先制のチャンスがあったジャイアンツ。西さん、やはり強いチームというのはバッティングピッチング以外にも守備もいいというふうに思うんですが、いかがですか？まあ、当然ですよね。とにかく得点をするということの以前にまず失点をしない、ここは大事だと思いますね。そうですね。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発のコレダ。さあイーグルス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは西田、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。振っていきましたが三振。打順は4番岡本。イーグルスピンチを広げています。さあ1打出れば先制という場面、初球ボール。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、伸びていく、入った、先制のスリーランホームランです。ジャイアンツこれで6試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。5番に一発を当ててしまいました。この3点でとどめて味方打線の反撃を待ちたい。小宮山さん、警戒はしていたんですけどね、ここで打たれました。そうですね、慎重になりすぎましたかね。なんとも痛い失点となります。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。まあキャッチャースローイングがうまいのでランナーは警戒。引っ張った、二塁へ、二塁アウト、一塁転送はアウトのプレー。先ほどのプレーです。これ以上転送、ボックスは4番岡本。先ほどの打席はサードゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナー初球打ち、ヒットになった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、ジャイアンツ1点追加します。4対0、イーグルスなおもピンチです。ここは甘いコースを狙われました。得点を許しています。
まあ打たれるべくして打たれたという感じでしょうか。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。膝元をつきましたが外れました。打ちました。センターに抜けました。これが今日4本目のヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスは8番の西村。前の打席はファウルを選んでいます。ゲッツー崩れでランナー残りました。打ちました。これはどうだ。セカンドに抜ける。これで6試合連続安打。まあここから試合をひっくり返すというのはなかなか難しいですけど、最後まで諦めてはいけない。ここはランナー返せません。試合終了。残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、逆に言うとこういう負けの方が気持ちの切り替えはしやすいのかなという気がしますけどね。まあなるほどね、それは逆に考えるんですね。勝ったジャイアンツ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のイーグルスですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天コボスタジアム宮城から失礼します。